お疲れちゃんです、ラットです。今回はですね、今トリプルエリクサーチャレンジですね、これが来てるというか、まあ、今これですね、このエリクサーチャレンジがすごい来てて、でスピードアップ、ダブルエリクサー、トリプルエリクサーとあって、このトリプルエリクサーをクリアするとあれですね、16万と5万とかで、でこの2万ぐらい、まあ、約2万とか待って、合計26、7万ぐらいの、まあ、ゴールドがもらえる的な超美味しいイベントですね。でまあスピードアップとダブルエリクサーはまあまあ頑張ればてか、まあやればクリアできると思うので、そうっすね、ダブルエリクサーはやっぱおすすめは、じゃあ JPP だったり、まあラバルだったり、まあゴレだったりの結構まあ重力級でいいと思うんですけど、トリプルエリクサーで意外と勝てない方もいると思うんで、実況で紹介したいと思います。で今 4-0 なんですけど、これを使ってますね。今枯渇を使ってて、しょっぱなにやっぱこのゴレスペッカスパーキーみたいな絶対いるんですよ。まあ多分キョウキョウさんとかもこういうの使うんですよね。もう絶対じゃないですけど、こういうやっぱトリプルエリクサーなんで、コスト3倍ってなったら、やっぱ重量級をこう、このアイテムゴレですね、重量級みたいな感じで来るんですけど、今たまたまその枯渇が2連チャン来てて、枯渇が強いです。一周回って枯渇が強いという状況なんで、まあ、このデッキはですね、このデッキですね、このデッキで回ってる感じですということでやるんですけど、コツはこのクラロワってエリクサーマックス10なんですけど、8だと思うのがいいですね。エリクサーのマックスは8だと思ってやって、もう8になったらユニットを出すですね。でも8になったら出すでいいです。しかも僕これ枯渇なんで回転めちゃくちゃ早いんですよ。なんでもう8になったら絶対出す。で、そう、無駄なくですね、9とか10に出してしまうと、もうエリクサーが溢れて、超もったいないです。なんで、あー、危ない。もう、6、7、8、6、7、8みたいな感じですけど、8をマックスだと思って出せば、まあ8か、まあ9でもいいですけど、まあ8、9あたりを目安にユニット出していけば全然いいかと思いますね。でもうこれ枯渇でもう回転クソ早いんで、マジでやる方も疲れるまであります。けどもうしっかりこの、まあ、エリクサー8ぐらいでですね、しっかり出していけば結構負けることはないですね。まあ負けてないんで、まだ本当美味しい、いや負けることはない、やばいかも。相手は JPP の枯渇ですね、枯渇なんですけど、まあまあ勝てないことはないです。タコメガが美味しい。で、バレル飛ばして、アウトローとか結構防衛からでも使えるんですけど、端前とか、そういうのにもすごい使えてですね。で、ここでウッド裂いたんで、ギャング出してみたいな感じですね。で、まあ、あと、ここ高回転で回して、やばい、これやばい。ここの突進は受けたらやばい。てか、延命。てか、早くね？ちょ、待って、やばい。相手も早いわ。そうや。俺だけじゃない。なんですけど、まあまあ、ギリギリ守って、やばい、待って。動画撮り始めて一発負けるまである。うわ、待って、インドル刺さってる、よし。でも、端前アウトローでウッド使ってくれるんで、バレる。使ってくれない。で、このプリンセスの延命。こういう延命とかもしっかりやっていければ、すごい、リード取れますね。これインドル出しちゃっていいです。で、アウトローも出して、で、ウッド使ってほしい相手。やばい。これやばい。多分今ウッド使ったっぽい。あー、やばい、バレルの、疑惑。あれ、マジずるいわ。ロケット削りしたいです。これ左です。左はもうしっかり守りたい。やだ。読まれてるまである。で、ここはトルネで吸ってあげて、ここ防衛したいけど、防衛できない。やばい。これダメ。いざダメ。OK、耐えた。まあ、エレベーターが厄介ですね。でここでトルネ回して、よいしょ。で、ここで相手多分そろそろウッド使ってくるんで、いやー、待って、使ったのやばい。やばい、これやばい。待って、ロケット2発でしょ。おいしょ、おいしょ。え、待って、負けた。あ、もうなんでやねん。今、使ったわって何やねん、もう。待って、動画撮り始めた、今。撮り始めた。無敗だった。なんでやねん。いやー、
もしかしたらこの相手の JPP 枯渇の方がいいまでありますね、デッキ。はい。え、でもマジで。なし、今のなし、はい。いきます。待って、これ、トリプルエリクサーだとマジで喋れないですね。本当に。本当に喋れない。回転早すぎ。これはもうこの瞬間に左をしっかり攻めて、あ、今これギャング使った、ギャングじゃない、あのウッド、あ、でもアウトローにギャング、よし、あー、ここに今トルネロケット使ってますからライト。でまたバルルで攻めて、で2周目プリンは左側じゃなくて右サイドですね。今の左側にあいつがいるんで、もう1体が、あー、なるほどね。ここはインドラの相手のターゲット剥がしてあげて、ギャングで受けてあげて、このインドラは延命ですね。この間にバレル投げてあげて、あー、ウッド、なんかしんど、枯渇結構しんど、今だるな。おすすめしてるのに、おすすめしてるのに、あー、いや、これは美味しい、これは美味しい。でここで相手ウッド使うからバレル、よし。でこのプリンを出して、うーん、待って、死ぬ、何をしたらいいのか分からなくなりますね。でもそれがやっぱトリプルエリクサーで一番良くないことですね。何をしたらいけない、何をしていいのか分からないみたいになったら、とりあえず何か出しましょう。もう何か出しておけば枯渇、これ後悔じゃない、ほんま何とかなります。もうほんまに考えてないようなもんですから、これで困ったらトルネで防衛みたいな感じでやってればもう勝てますね、多分結構な確率で。あとはバレルをなんかたまに外したりで、ここは頑張れる、 OK で、アウトローで攻めてギャングバレルを飛ばして、あー、でここは剥がされましたけど、やり返して、よいしょ、あー、で気づいたらもうバレルが刺さってるみたいな感じですね。本当にもうこう出して延命して、さらには出して、もう言ったら僕とコスト6ぐらいとか時にしかもう出してないですけど、本当にもう出して攻めてを繰り返してれば結構で、プリンセスがもう固めすぎないですね。よいしょ。でここのプリンも延命で、ここの右側もプリンを延命したい。でインドラ出してあげて、でもバレルも飛ばして、こっちにアウトロー出して、あー、ここは一体やられますけど、でウッド使って、待って、これやばい、まあ、インドラ使えば、てか、まあ、あと800なんで、この辺からもロケット削り視野に入れてもいいですね。いや、これはまだダメ、右側で課題作られるんで、ここでロケットボーイです。でここにゴレ来るんで、惜しい、よいしょ。であと500なんで、あと500、そうそう、ここでもロケット圏内ですね、圏内じゃない、嘘ついたですけど、ここでもウッド飛ばして、おいしょ、オッケーオッケーオッケー。いやでも意外としんどいかもしれないな、なんかもっともっとなんかザップとかなんかゴリ押し系が多いのかなと思ったんですけど、やっぱ、いや、言うてゴリ押しか、そうですね、こういうデッキが入るんで、枯渇も入ってるんで、なんだかんだ入ってはない。いやでもマジでこの枯渇おすすめなんですよね、本当に。なんか普段から高回転デッキを使ってるっていう方はマジで使ってほしい、マジで。あ、やばい、コストもったいない。普段から枯渇を使って、普段まあ重量級な方は使わない方がいいですね、本当に良くない、こんな系良くないです。で、あー、もうこれが良くない、これが良くない、ずる。でも今相手ヤーナーメを使ったんで、ここでアウトローも出してあげて、これ美味しい、これ美味しい。で後衛をインドラで、よいしょ、あー、でこのコースずる、範囲攻撃がずる、うーん、オーケー、アウトロ優秀、待って、めっちゃ優秀で、ここで左側も攻める。でインドラ入って、もう GG ですね、勝ちましたね。で穴埋めも今バレル使って、はい、もう勝ちましたね、美味しい。もうここで、よいしょ、あー、待って、でこのまま左にギャング添えてあげて、よいしょ、バレルはちょいとまあ打っときたい時用ぐらいに外してあげて、でも少々のダメージは許容しつつも、ここのトルネードで吸ってあげて、はいはい、ジージーでインドラ出して、もうギャング出して、バレルも飛ばして、で気づいたら勝ってたゲーミングですね。おいしょ。
でもロケット打って GG。 いや楽しいな、トリプルエクスはめちゃくちゃ楽しい。ちょっと待って、もう一戦行こうかな。もう一戦行きたい、もう一戦行きたいまで、あの終わるのが早いですね、やっぱ3倍なんで。いやおすすめですね、マジでおすすめ、本当におすすめ。よし、小回転普段から使い慣れてるって方はマジでコスト8がマックスだと思ってやりましょう。でもお、これだって相手コストめちゃくちゃ無駄にしてますよ。こんなんもこれで端前アウトロ出して、で2周目プリンセス後ろに出しといて、ここでコスト3の時にプリンセスを出してしまえばもうバレルが回るんで、こういうやり方も結構大事ですね、枯渇に対しては。でここはもうトルネロケットで全部一掃して、インドラ残って、このインドラが、あの、防衛してくれると。よいしょ。惜しい。で、一旦まあ落ち着きますけども、コース8になったら出しましょう。マジで。これだけは心がけてほしいまでありますね。コスト8がエリクサマックスです。で、ここはもうトルネロケで何か来るんで、よいしょ。まあ、1個取ってるんで結構気楽にできますね。よいしょ。で、まあ、プリンセス出してあげて、ふぅ、もう勝ちましたね。もう勝った。もうこんな、こういう系でいいんだ。で、これも相手の読みですけど、逆に今、相手はバレル使ったんで、もうここはもう、右虫からの、さらにもう、一気に取りに行くやつ。いや、やんちゃですけど、勝ちましたね。よし。やば。いやー、マジ強い。マジ強い。はい。なんか、ついてわかんないかもですけど、本当に、まあ、まあ、どのデッキを使うにしてもですね、僕のこのデッキを使わなくても、もうコスト8ぐらいになったら、もう基本出してもいいです。はい。もうそこだけは言えます。そこだけです。はい。伝えたいです。まあ、アドバイス的なんですけど、コスト8になったら出しましょう。最悪 8.5 でも許します。 8.5 でも OK です。まあそんな感じですね。20何万ゴールド欲しいんで、はい、欲しい方もぜひ皆さん頑張ってくださいということでね、今回の動画以上になります。よければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではバイバイ。